こんばんは、こんにちは。今回はちょっと訳あって急クレです。というのも前回クリンスマンが出たじゃないですか。あの時にカード1枚抜き忘れて帰ってきてしまいました。なので今回は急クレで許してください。クリンスマンの後までの配列がこれに入ってます。はい。なので、まあ予想としてはですよ。予想としては、オバメヤンだと思うんですよ、多分。配列通りだと。おそらく。だと思うんですよね、多分。乗れねえ。まあ、オバメヤンが出れば、もう配列ドンピシャ通りっていう感じですかね。はい。エルナネスはもういつでも強い。はい。やっぱでも1415、OE のインテルユニのエルナネスが人気なのかな。スーパーサブついてるし、チアゴ、なんか右側4クレ目、レロイサネ、おー、なんかもう間違って、マンカって言っちゃった。もう何かが間違って、とてつもないカード出てきたりしないかな。そんなことありえない。それはありえないですか、さすがに。はい、ファンベルナと、そんなことはありえないか。なんかネコニラいいカード当たりすぎとかよく言われますけど、そんなことな、まあ当たってるか、最近は当たってるか、やっぱり。まあでもそれも全部ね、ちゃんと送ってますから、皆さんに。それはしっかりとね。これか？ちげえな。あれ、お堅い方あるよね。私のサーチミスってことないよね。イボビ。まあそうですね。まあそうだな。これは結局このリンネハイで、やはり君か。リンネハイの、ドイツ縛り、全白ドイツ縛りを育成するためにね、蹴ってた時のやつなんですけど、やっぱりね、ラジコンパス。はい。もうすごいよね、もう点取ってるし、香川くんも調子いいしね、いいことずくめですよ、ドルトムント頑張れ。ゴディンです。はい、これ覚えてますよ。俺のエルボーくれということで、今回はオバメヤン、もう配列ドンピシャ配列、もう何の一寸の狂いもない配列通り。またお会いしましょう。